アレチ山は、兵庫県芦屋市奥山にある標高549メートルの山。アレチ山は、住吉川の谷と芦屋川の支流黒、越谷を挟んで、六甲山主要線の南側に位置する山である。この五条橋断総南側の稜線には、西から、内越山、七兵衛山、アレチ山、ゴロゴロ竹、観音山などがある。また、アレチ山から南に伸びる線は、 高尾山に続いている。荒地山は、前山岩肌を露出した、素粒化ー高岩で覆われていて、風化が進んでいる。露出した岩場は、ロッククライミングの名所としても知られている。岩場市を、新七エモン、岩、キャッスルウォール、ブラックフェイス、サンデーモーニングスラブ、ビッグボルダー、ハンドジャム、プロペラガン、黒岩など、著名な岩場にはそれぞれ、名前が付けられており、 ボルダリングやロッククライミングの名所となっている岩もある。かつて七ナ,ナエモンという純真な若者がいた。兄のように慕うともに裏切られたため、世を拗ねて進んだ生活となった。そしてついには、盗人となり、有馬へ向かう、山越えの行商人を襲うようになった。荒れ地山には、石の放電の権ンが住んでいるという伝説があり、悪事を働くと、 荒地山に迷い込んで神罰を受けると信じられていた。ある日姿が見えなくなった七ナ門を探しに、村人が荒地山に登ったところ、岩穴で頭をくじかれて死んでいる七ナ門を発見した。この伝説により、荒地山にある道門を七ナ門岩と呼ぶようになったと言われている。なお、1995年の阪神、淡路大震災で七ナ門の一部が崩れたため、 現在のホラー穴は、新七江門岩と呼ばれている。主な登山道は、足屋市山足屋町の城山登山口より、高尾山、馬の瀬、岩橋号を経由して荒地山まで約1時間30分。足屋ゲートバス停より荒地山まで約30分。魚屋道の横池分岐付近より、中見山を経由して荒地山まで約30分。これらの他に、高座の滝より、 高座国を上り詰め、奥高座の滝を経由して荒れ地産を目指す経験者向きのコースもある。所要時間は参考例。ありがとうございます。